港に無造作に放置されているコンテナ。これらは配送先が書いてあり、そこに持っていくといくばくかのお金がもらえる、らしいのですが、やったことはないのでわかりません。ただこれらを運ぶには越えなければならない課題がいくつかあります。これらのコンテナはそこそこ重いため、持ち上げるのも運ぶのも、そこそこの機材が必要になります。これらの理由により、今までやってこなかったけど、今回は頑張って作ってみたいと思います。解決法はこちら。コンテナに横付けして積み込みます。設計のポイントはこちら。そしてこれらのポイントを抑える機材は、推進式の飛行艇しかないのであります。と、自己正当化して作り始めました。まずはコンテナを積載する荷台部分から。扉も水密で作ったので、水に浮くわずです。浮かびません。扉の見えないところの水密ブロックが欠けていました。これを探し出すのに、30分ぐらいかかりました。そこは直して、コンテナ積載テストです。車両製作能力が低いので、ワークショップの活かしたトラックを拝借。前回の飛行艇紹介の回でも痛感したけど、うまく使えばワークショップは本当に便利。リアハッチを開いて、ホイストのロープを伸ばします。それらをコンテナの上部コネクタにつないで、車庫から出るときにぶつけました。反対側も、暗いので電気をつけよう。ロープを巻き上げて、扉側にあるホイストを奥に移動させることで、コンテナを荷台内に運び入れます。成功です。大きさはバッチリ。積載完了。機体を作成します。エンジンは外出しにするか、中に入れるか、翼は折りたたみにするか、いろいろ悩ましいけど、それをどうするか考えるのが機体設計の楽しみ。実機で積み込みテストします。積み込みはうまくいったが、出せません。押し出す構造にしたけど、力が弱くてコンテナを押し出せません。数センチずつ動いてる？頑張って押し出したけど、最後がダメです。だいぶ手直ししました。とりあえずエンジンは胴体に2機格納。まだ馬力が足りないので、翼部分にも追加して4発にする予定。コンテナ積載システムはかなり手を加えました。コンテナを引っ張って、リアハッチ手前まで持ってくるホイスト部分と、荷台に格納するスライダーを分離、スライダーの上に押し出し装置をつけて、確実に押し出せるように。結局エンジンは胴体に2機、翼の根元に2機の4発体制になりました。翼のエンジンは水密にする必要がないので、オープンな配置に、いろいろ改造したら当初の想像よりも重たくなってしまい、しかも燃料タンクが機体上部だとロールの安定性が悪く、フロートをつける羽目に。機内はこんな感じ。各種救命装備。バッテリーの状況。コンテナ積載システム。とりあえずコンテナターミナルでコンテナを積載して、輸送して荷下ろしするという一連の流れをやってみます。地上走行時は翼を畳みます。ハンガーからヤードに向かいます。アップダウンでお腹をすりそう。というか速度を出しすぎると実際すります。この辺は自作での課題です。ヤードに着きました。宗谷島南行きのコンテナを探します。なんでそこかというと、着水後上陸できる浜辺が近くにあるからです。端っこの方にありました。この手前まで機体を持っていきましょう。4倍速でお届け。端っこなので危ない危ない。バックでコンテナ見つけます。
リアハッチを開いて、ホイストを伸ばして、コンテナの上部のコネクタに接続します。接続したら、ロープを戻して引き寄せます。ある程度向きが違っても、なんとかなります。ある程度入れたら、スライドバーでコンテナをお出迎え。接続。上のコネクタをオフにして、奥に引っ張り込みます。格納完了。バッチリ。飛行場に戻って離陸します。戻る時も、腹打ちに注意です。滑走路に着きました。翼を伸ばすのを忘れずに。ブレーキを外して、離陸します。パワーモード時は左下のインジケータが点灯します。燃料タンクが機体上部にあるので、重心が高いです。旋回時はひっくり返らないよう、慎重に操作。無事離陸できたので、着陸地点までワープ。着陸地点が見えてきました。時速200キロでアプローチ。無事着水。砂浜から上陸します。無事上陸。ここが水陸両用のいいところ。コンテナヤードを目指します。コンテナ持っていけば、降ろさなくても達成フラグが立ちます。どこでもいいけど、とりあえず荷降ろししましょう。並んでいるコンテナの近くに降ろします。バックモニターもついているんですが、忘れてました。荷降ろしは積み込みよりは簡単。リアハッチを開いて、スライダーで押していきます。スライダーではここまでしか出ません。ここで押し出し棒の出番です。コンテナとの接続を切って、スライダーを少し後ろにして、バーを下げて、押し出します。下ろせました。スライダーを戻して、リアハッチを閉めれば完成。閉めるときにハッチがコンテナに引っかかるのはご愛嬌。帰りの便を探しましょう。これですね。ちょうど前に置いたコンテナがありますね。でもさっきやった通り、コンテナの真ん前につけなくても、なんとかなります。積み込みはさっきと同じなので、パパッと。コンテナ重いので、引っ張ると機体も後ろに行きます。スライダーでお出迎え。あ、コンテナのコネクタがオフだった。
積み込み完了。また浜辺まで行って、そこから離水します。地形に引っかかります。出られた。喫水かなり低いな。翼を伸ばして。あれ進まない。フルパワー、スクリューオン。どんどん沈んでいく。あ、扉が開けっぱなし。急いで扉を閉めて、水密確保せねば。不死身モードなので、水の中でも溺れません。だいぶ浸水してしまった。一応排水ポンプはつけてあるのだけど、ここまで浸水するとさすがに無理かな？無理でした。今回、コンテナ積載システムはうまくできたけど、実際コンテナ積んで飛ぶには、もう少し機体のバランスをうまくやる必要があることが判明。次回はそのあたりを改善していきます。Thank you for listening.